そう、乳業のバーガー、昨日ね、お使いする暇がなかった。またこうだと買いました。もうね、はい、そんなことやよくあ、こんにちは。ね、今日はなんかね、私もね、アウェイ状態でね、どこに来てるかわかんないようなものなんですよね。とにかくね、初めての方もね、未明売り出し、藤川さん、ね、はい、ありがとうございます。ね、奥にですね、ハムジー北山さん、ね、はい、で、そして下がる方から来られたね、生田さん、ね、ということでね、まあ、せっかくね、今日来たんで、いろいろ遊ぼうかと思ったんですけど、で、練習する暇もなくね、もう疲れてたんで、今日寝てたら、嫁さんがね、1時半寝て、あんたまだ起きんでよかって言われて、慌ててね、もう来ました、ね、ですからね、ちょっとね、もうちょっと声を出してね、いい声を聞かそうと思ったけど、もう今日はまあ、やりました、これは。これはね、あのギターはなんかアコギとケーキっぽい音が出せるということで、使い方わかりませんけど、見てくれなければありました。もうやめましたけど、8年間、ね、コーラス、ね、平均年齢が70いくつのおばちゃんたちのことで、ね、男一人で、歌うパートがなかったので、ずっとね、アルバムやってて、もう裏声でしか8年間歌ったことがなかったということで、今日は来週、ミストツバンドというのがあって、その中で、これも、お客さんが歌う歌です。男性の方が歌われます。その方は1オクターブ下で歌いますけど、今日は僕は練習のために裏声で歌ってみるので、当日はボーカルじゃないんで、ご安心ください。手島愛さんで、明日への手紙。ああ、私大好きです。ちょっと、引き入れたいんだけど。分かるか分かんないよ、分かんない。聞かなかったこと。元気でいますか。大事な人ができましたか。いつか夢は
なる練習で、ピアノの方もね、ちょっとね、川原さんっていうね、若い方に頼みましたので、なんとか大丈夫だと思います。もう一曲、せっかくこうエレキっぽいのがあるからね、形だけでもと思って。で、これ今のはね、アコギっぽいやつよね。エレキがね、僕あんまりしないから。で、せっかくだからね、立ってやってみようかな。普通立ってやることはないからね。見てくれだけのためにね。何でも見てくれて、もう洋服からなんか全部見てくれたらいいですね。こうするとなんかね、いかにもこうボーカルするときにかっこいいかなと。バンボーグチキンでね、天体観測ですね。でもね、全然ね、もう曲の出だしも思い出しじゃないというね。はい、中田健太ね。スリー午前に踏み切れに望遠鏡を隠れたベルトに結んだ針雨は降らないらしい雲に君が来た大げさなに打ち取ってきた初めようか天体観測大きい星を探して深い闇に飲まれないように精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日は見えないものを見ようとして望遠鏡も覗き込んだ静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった今という大きな星君と舞台追いかけてたおや気がつけばいつだってひたすら何か探してる幸せの定義とか悲しみの置き場とか生まれた死ぬまでずっと探しているさあ始めようか天体観測大きな星を探して今まで見つけたものは全部覚えている君の震える手を腹が柔らかった痛みを知らないものを知ろうとして天体を覗き込んだ暗闇を照らすようなかすかな光探したよそうして知った痛みを未だに僕は覚えている今という大きな星今もう一人追いかけてる風が伸びる見つめて伝えたいことも増えてった当てられない手紙も崩れるほど重なった僕は元気でいるよ心配事も少ないよただひと今も思い出すよどうぞ外れの雨に打たれて泣き出しそうな君の震える手を握れなかったあの日を逃げてるものを見ようとして今日をまた担いで静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けたそして知った瞳が未だに僕を支えている今という大きな星今もう一人追いかけてるもう一度君に会おうとして望遠鏡をまた担いで前と同じ午前2時踏切まで駆けていくよ始めようか天体観測2分後に君が来なくとも今という大きな星君と舞台追いかけてるうにゃあはははははいえいえレコード押さえたんじゃなかったレコードストレッチ変えたので、1時半で奥様以上頑張れるかなと思いますね、これでね他の方が歌いやすくなりたいと思いますはい、歌いました、ね